章の続きについてお話をします。なんか、だらだら喋ってるような気もしないでもないですが、続きます。続いてですね、副大臣の話をします。これは各省に1人から2人、副大臣というのが置かれてですね、まあ、どういう仕事をするのかと言いますと、国家行政組織法の16条にありまして、16条の3項ですね、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画を司り、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて、大臣の不在の場合、その職務を代行するという、まあ、その仕事がございます。副大臣が2人置かれている場合には、各々の職務の範囲及び職務遂行の順序は各省大臣が定めます。例えば国土交通省なんかだと副大臣2人いますから、片方がまあ旧建設関係、片方が旧運輸関係なんてあります。厚生労働省には2人いて、片方が旧厚生関係、旧労働関係の話をします。もうこういう話をするとき、とっても僕は嬉しそうな顔になっちゃうんだけど、総務省だと、二人いて片方が旧自治系、片方が旧郵政系みたいな、そういう話なんですね。だいたい、まあ皆さんここら辺で僕が言いたいことをさせてもらいたいんですが、僕が言いたいことをさせてください。なんか心の中で別に統合してないんじゃないのか、みたいな。後で言う事務次官なんかの人事もそうですけどね。旧建設系と旧運輸系、旧建設系と旧運輸系ってのがですね、たすき掛け人事って言うんだけど、まあ、いいでしょう。大変これは中央省庁改革で統合されて、なんか縦割り行政が打破されたんですよ。いいのかな？こういうことばっかり言ってて。副大臣の任命は各省大臣の申し出によって内閣が行って天皇が認証します。天皇の認証官なんですね。天皇の認証官というのはかなり位置づけとしては大きいです。で、内閣が総辞職した場合など各省大臣がその地位を失ったときは副大臣も同時に失職します。まあ政治任用職なんですから、そんな当たり前です。大臣政務官というのがいます。まあ昔は政務次官なんて言ったりするけど、したけどね。各省に1人から3人の大臣政務官というのが置かれております。これは各省大臣を助けて特定の政策企画に参画し政務を処理するという役割を持たされています。スタッフ職なんですね、位置づけとしては。スタッフ職っていうのとライン職ってのがいます。ライン職っていうのは、そのヒエラルキー構造の中で、上から下の命令をね、系統的に上から下に命令を、その、伝達して、組織をその動かすための、まさにラインなんだけど、スタッフ職ってのはそれを言うよりは、なんつったらいいのかな、まあ、秘書って言うと、まあ、秘書って言ったらいいのかね、要は、その個々人について個々人をサポートする政策、専門的な知識などを使って個々人をサポートする職のことをスタッフ職というふうに言います。その職務の範囲は各省大臣が定めることになっております。これまた、各省大臣の申し出によって内閣が、任命を行う政治任用職であります。続いて、大臣補佐官というのが置かれることがあります。これは、置かれることがあると言いながらなんか大体置かれるんだけど、特に必要がある場合においては大臣補佐官というのを置くことができます。非常勤で置くこともできます。これはやはりですね、スタッフ職として各省大臣の命を受け、特定の政策に係る企画立案、政務について各省大臣を補佐するということにあります。まあ、ここら辺の話はまあいいでしょう。はい。続いて事務次官、そして、証明審議官などなどです。まあ、これはもう皆さんがですね、各省に入る、各省に僕は、今年の、4月から、厚生労働省に入るんだ、なんていう人が、まあ、最終的に目指すところです。いわゆる事務方トップってやつですね。一般職の、その公務員として採用された人たちが、大体最後に到達する。選挙とか、要するに、他のその副大臣とか大臣政務官とか大臣補佐官とか政治家、衆議院とか参議院の議員さんとかがなる職ですから、そうではなくて、もう下から徐々に出世していった人が最後の最後に、たどり着く、同期の中でただ一人だけたどり着くのが事務次官というやつであります。この事務次官とですね、事務次官については、ちゃんと国家行政組織法に書いてあります。18条1項、各省には事務次官1人を置く。2項、事務次官はその省区の長である大臣を助け、各部局、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するということであります。
このですね、事務次官っていうのが、まあ、簡単に言えば、その事務方のトップでして、この人が、まあ、実質的に取り仕切ってるっていうことになります。だから、まあ、その、さっきの、その、副大臣とか大臣政務官とかと違って、内閣が総辞職しても別に辞めません。内閣が総辞職しても別に辞めないんだけれど、事務次官の場合、だいたい定年のね、1年ぐらい前に事務次官になりました、1年勤めました、定年になりました、辞めました。で、その後ちょっとだけ充電期間を経て、どこかの関連団体なんかに再就職します、なんていう、まあそういったようなキャリアパスが描かれておりますので、外務省だったらば、なんかアメリカとか中国なんかの大使になれるかなとかね、あるんだけど、本当に、そんなことばっかり言ってあれなんだけど、財務省だったら日銀総裁になれるかなとかなんかあるんだけど、ともかく、それは置いといて、そういうですね、だから政治任用職じゃないんで、基本的に内閣が辞めようが何ようが関係ないです。はい、各外局の場合は3校で、まあ、次長、長官を助ける次長というのを置くことができることにしてますが、大体普通次長います。で、ですね、4項で、総括整理、総括整理職というものを置くことができることになります。各省及び各庁には特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職、総括整理する職を置くことができるものとし、その設置職務及び定数は、法律でこれを定めるということになっています。普通はですね、これはまあ、事務次官の次っていうことなんだけど、でも対面はほとんど時間と一緒なんだよね。時間級なんだけど、証明審議官って呼ばれます。証明審議官って何かっていうと、総務省ならば総務審議官、国土交通省ならば国土交通審議官、厚生労働省ならば厚生労働審議官っていうのがいるんです。で、これは何のために置かれるのかっていうと、総括整理職として所掌事務の一部を総括整理するっていうことのために置かれるんだけど、国土交通省だったりすると、建設担当の国土交通審議官と運輸担当の国土交通審議官っていうのが置かれます。厚生労働省だと厚生担当の国土、厚生労働審議官と労働担当の厚生労働審議官っていうのが置かれます。まあ大体皆さん言ってることわかりますね、もうね。つまり、中央省庁が一緒になったときに、それまで二つだったのが一つになったような省庁だと、事務次官になれる人が、その半分になっちゃったんですよ。本当は二人、それぞれの建設省と運輸省で事務次官になれる。まあ、国土庁もあるけど、事務次官になれるわけだったのに、事務次官になれない、どっちかしかなれないってなっちゃったじゃないですか。そのための、まあ、処遇のためにですねって、そんなことは絶対法律のどこにも書いてないけど、その処遇のために、国土交通審議官とか厚生労働審議官っていうのが置かれてるんです。ただ、間違えないでほしいのは、別に二つの省庁が一緒にならなかったところでもありますよ。外務審議官とかですね。いますよ、それは。文部科学審議官とか、文部科学はまあ科学技術省と一緒になってますけど、文部科学審議官とか、農林水産審議官とかいますよ、それは。だからまあ今は事実上のその事務次官の次っていう、そういう位置づけです。で、そういうのしかいないのかっていうとね、ちょっと若干特殊な、役職があるんです。かっこいいんだけど、財務省ですと財務官。かっこいいですね、財務官。財務官などを経て、日銀総裁になりましたなんて人もいたりします。あとは、議官。この議官っていうのはね、官の字が違うの。ご字かと思うかもしれないけど、議官の官が監督の官になってるでしょ？かっこいいです、これ、議官っていうのはね。これは、何かっていうと、技術系のトップなんです。事務官採用と議官採用っていうのが、ね、皆さん知ってると思うんだけど、要するに理系の人たちは議官、こっちの方の、議官っていう時の一般職としての議官の時は議の官は官職の官なんだけど、技術職のトップっていう意味です。議官。かっこいいですよね。で、大体その、国土交通省なんかの場合は、まあ、国土交通じゃなくて、建設省なんだよ。建設省は、大体昔から事務官系と議官系が、たすきがけで事務官、議官、事務官、議官って、大体事務次官になる系統なんだけど、そこに運輸が入ってきちゃった。で、運輸には技術系はいないの。どういうことかっていうと、国土交通省ってのは、その、道路を作ったり、橋作ったり、河川を作ったり、そういったような役所でしょ？だから、その、技官っていうのがいるんですよ。他にも、まあ、農林水産省とかにもいるけど、理系の専門知識が必要な省には、この技官っていうのが、ここで言ってる技官っていうのは、
官職の官ね、議官がいるんだけど、国土交通省の場合は、さっき言った証明審議官と同格として、この議官というのが置かれてるんです。かっこいいですよね。で、実はですね、厚生労働省には最近できたんです。医務技官ってのがありまして、これはだから厚生労働審議官、厚生系の、事務官と労働系の事務官の他に、厚生労働省はやっぱりその医療も、医療事務官ってのがいるんですね。その、簡単に言うと他の、医療技官だったっけ要するにお医者さんの資格を持った維持行政を司る人ってのがいて、それが、お医者さんの資格を持った、官僚の方がいらっしゃるんだけど、そのトップとして、医務機関っていうのができたんですね。かっこいいよね、なんかね。なんか昔の軍医総監森鴎外みたいなのを思い起こさせますけれども、何がかっこいいんだ、お前はって話なんだけど、かっこいいんです。かっこいい。国鉄なんかでもね、突然何を言い出すんだって話なんだけど、国鉄は JR なんか、それこそ後でやりますけど、国鉄が民営化してなったので、昔は、鉄道院っていうのが戦前はあって、鉄道省っていうのになって、それが日本国有鉄道っていうのは、戦後になったもんで、それが、昭和の終わりに JR になったんで、役職の名前がね、NTT はどうだか知らんけど、JR なんかは未だに国の行政組織みたいな名前取ってますよね。新幹線作った時の島秀夫、あれは技師長だったかな。あれはなんか当時のその日本国有鉄道総裁と、もうの次にナンバー2に位置する技術部門のトップっていうようなそういう位置づけなんですよね。技師長って。技師長なんですよ。なんだそこら辺のなんか係長かなんかぐらいなんじゃないの。違う違う。超偉い人なの。だからこの技官とか医務技官ってのも、これも超偉い人なの。いわゆる時間級ポストです。という何か皆さんが聞いててポカーンとしてるかもしれないので、ポカーンとしてるかもしれないところで、ちょっと続いての話に行きます。続いて内部部局の話に参りたいと思います。内部部局ですが、内部部局にはですね、省にはその事務を遂行するための官房と局というのが置かれます。大臣官房だって言ったりするでしょ。で、その下に局があります。国土交通省だと総合政策局とか道路局とか河川局とか住宅局とか、いろいろあります。で、特に、なんか今、建設系の話ばっかりしていたな。もちろん、自動車局とかいろいろあるんですよ。航空局とかね。特に必要がある場合には、さらに、部というのを置くことができることになっています。これは国家行政組織法の、7条かな。省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。2項で特に必要がある場合には、部を置くことができる。まあ、庁の場合は、官房及び部を置くことができるとあります。所掌事務は政令で定めると。で、この5項ですね、国家行政組織法の7条5項で、庁官房局及び部には、課及びこれに準ずる室というのを置くことができるということになっています。ですから、まあ皆さんよく聞いてる、なんとか課っていうのはね、局の下に置かれてるわけです。だから私、1年だけ国土交通省で勤めたことがあるんだけども、国土交通省の住宅局の中の住宅総合整備課。というところに私所属をしておりました。スタッフ職である主査っていう名前で所属しておりました。で、例えばその住宅総合整備課の中に住環境整備室ってのがあったりするんです。で、その住環境整備室があって、その室長ってのがあったりします。これは課の中の一つのね、何か独立空間みたいな、そういったような位置づけということになります。ただですね、行政組織の膨張に、歯止めをかける趣旨から総量規制が敷かれています。国家行政組織法の23条で、この規定、7条1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数というのは、内閣府設置法に基づき置かれる官房と局の数と合わせて97以内とすると定められています。すごいですよね。法律で数が定められてるってすごいことですよ。法律が数を定めてるってね。もうこれはもう国家目標なんですね。とにかく増やすなっていう、そういう、規制がかかってます。だからまあ様々な受け穴を使って、そういうことを最初から言っちゃいけないんだけど、最初から言っちゃいけないんだけど、様々な抜け穴が講じられているところで。はい。各省には特に必要がある場合には、官房や局の、所掌に属しない事務の能率的な遂行のために、局長に準ずる職を置くことができます。一般には政策統括官などと呼ばれます。これは内閣府のところでやりましたね。内閣府にも政策統括官。ただ、内閣府の場合は、政策統括官必ず置かなきゃいけません。これに対して、各省の場合は任意です。任意だけど普通置かれてます。審議官って言います。
あれ審議官さっきも出てきたじゃないか。あっちは証明審議官。こっちは政策統括官としての審議官です。どういうことなのか、ここら辺の話をですね。あ、ちょっと待った。ちょっと違うわ。生活総括官はその話じゃない。ごめん。統括整理局の職の話と、